どうもこんにちは、ヒロです。いや、私に黙ってるっていうのは本当に無理ですね。ストレス溜まってしょうがないですね。まあ今日は静かにしてますけど、皆さん音を楽しんでいってくださいということで、今回セミテスト2128がやったなんていうことでね、葬式です。絶対やんないですけど、普段は、ちょっと珍しく見てきました。で、なんでかっていうと、この部品を見たいなと思ってちょっと行ってきたんですね。私の運転台、キハ58の運転台にはこの機械式のブザーと、あとですね、ビジェット23ですね、通常の JR とかの電車についているのと同じ音色の電子的なブザーがついています。これのどっちが使われているのかっていうのをちょっと調査したいなと思って行ってきました。でですね、もう一個見たいものがありまして、このですね、模型のキハ58によくよく見ると変な穴がついているんですよね、このドアのところに。で、このドアのところの穴はどうもなんか昔ホームがない時に、ここ空きで転落するのを防止するためにホームがあるかどうかを見るための覗き穴だったというふうに聞いたことがあるんですけど、実際ヒロこれ覗いたことがないので、ちょっとこれがあればね、どんな風に見えるのかっていうのをちょっと試してみたいなと思って行ってきます。じゃあね、実際に行ってみましょう。はい、やってきました。東京からですね、結構時間かけてきましたよ。大原駅ですね、外房線の駅です。初めて来ました。はい、でですね、隣にですね、泉鉄道の大原駅があります。で、まあ、急行券ね、後券のものを買う場合は、人から買わなきゃいけないですね。券売機でも買えるんですけど、後券は、レジでしか売っていません。グッズ類もですね、いろいろ売ってて面白いですね。なんかね、キハ好きな方いればお土産に買っていくといいのかなと思います。はい、でですね、この券売機で買うと普通の紙の券が出てきてしまうので、後券欲しい方はこの右手にある、レジの方で買います。はい、出ましたね。噂の新型車両なのに、急国の形をしているキハにですね。こんな感じ、どう見ても中国ね、これ。ご乗車のお客様は、後ろ乗り整理券をお取りください。今回ですね、ガラスが反射してしまって運転台に見えないものがいっぱいありましたので、可能な限りこうやって写真で、撮っていこうと思っていますので、ぜひご覧ください。なお、1000円パス。はい、いやー、いいですね。ちょっとね、東京から、まあ、本当に遠くないんですけど、雰囲気がね、音はとってもいいですよね。なんか自動車だなって感じがします。鉄道ファンの方に一緒に乗ってますね。隣にある車両、これも同じ車両かなと思ったんですけど、S301 って書いてあります。これちょっとまだ調べてないからわかんないんですけど、同じ車両なのかなと思います。はい、中に入っています。まあ、これはやはりね、安定のワンハンドルでした。ツーハンドルの自動車っていうのを作めればいいですね。それではですね、一斉に鉄道の旅に出発しましょう。キハ28に乗りたいんですけど、ちょっとね、事前の調べが全然してないまま来てしまったので、キハ28が果たして連結をしてやってくるのか、それとも途中の駅で待ってて乗結をするのかっていうのはちょっとわからなかったので、ね、途中まで実際に列車に乗って行ってみようと思います。いすみ鉄道を初めて乗るんで、駅名も全然わかんないです。土地勘も全くないので、大変困りました。はい、着きました。大滝駅っていうんですかね。なかなか縁起のいい名前ですね。はい、向こうからキハ28がやってきました。これもこの時点で列にみんな並んでいたので、列に並ばないと、キハ28に乗ることができません。幸い、ヒロはですね、なんとかキハ28に乗ることができましたので、皆さんにですね、動画をお見やりで、ご覧いただければなと思います。まあ、何をしに来たのかと、当然ね、運転台見に来たわけですので、ちょっと運転台の方ですね、見に行こうかな。ただちょっとこれ、デッキからなんか入れなくなってたんですね。見えますか？かろうじて、資料にしたい方、これ全然止めて、スクショとかにしてもらって構わないんで、皆さんの有効に使ってください。趣味の仲間の人がいいものを作れるなら、私は大変嬉しいです。で、反対側の右上の方に機械式のブザーあったはずなんですけど、どうもないですね。で、肉眼で見た時に撤去した後も見えなかったので、ちょっとね、JR のうちに改造したのか、なんか、最近付け替えた感じはしなかったですね。はい。ということで、機械式のブザーは見当たりませんでした。
ッキが縄を見るのを忘れてしまいました。デッキがね、もう閉鎖されてたらしょうがないですね。やってみましょう。聞こえましたか？もう一回聞いてみましょう。誰がどう聞いても BZ23 の音がかすかに聞こえたんじゃないかなと思います。じゃあ、広田マリのやつ。いつもいすみ鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。普通列車上総中野行きです。終点上総中野まで各駅に停車いたします。終点上総中野行き到着時刻11時42分です。列車2両編成で運転しております。前の車両が1号車後ろの車両が2号車です。ご利用者の方お久しぶりです。